しいゲーブルさん、2位がアブコで3位がホンダでした。ショートプログラムでも現在はホンダが2位になってアブタが1位の点を狙いましたから、さあこの後まだ続々と大物が登場してまいります。アメリカのゲーブル、サン・サーンスの教師曲「死の舞踏」を使います。4回転サルコーで3回転トーループコンビネーションでしたね。素晴らしい高さでしたよね。流れもあってよかったです。4回転をサルコーで飛びました。はい、そうですね。素晴らしかったですよ。4回転3回転のコンビネーション。この後はトリプルアクセルが入っています。はい、綺麗なランディングですね。はい。ゲーブルは立て続けに。はい、3つジャンプを並べています。フリップですね。はい、綺麗な折り方でしたね。全く乱れがありません。はい。スピンコンビネーションです。早いですね。キャメルからスッといって、アップライトポジションで回りますね。よく回ってますね。ちょっと乱れましたか。これはサーペンタインステップシークエンスですね。大きく S 字を書くようなリンクいっぱいに使ったステップシークエンス、ちょっと少し簡単かなって気はするんですが、流れはありますよね。はい、スットスピンの足換えですね。左右足を組み替えてのスットスピン、トラインステップシークエンスです。音楽をよく表現してますね。第2スピンですね。最後まで気迫をみなぎらせて演技を終わりました。素晴らしかったですね。彼のアメリカのゲーブルです。初めてのオリンピック、初めてのアメリカでのオリンピックに出場して3位銅メダル、メダリストになりましたゲーブルの演技です。そうですね。彼はこのコンビネーションは4回転サルコーなんですよね。そうですね、はい、サルコーの流れもとっても良かったですし、はい、トリプルアクセルも綺麗な形でしたし、強いて言うと少しステップが簡単かなっていう感じを受けるんですよ。でも流れはすごくあるんですよね、はい、他の選手よりもあるかなっていう感じも受けますので、どういう採点になるんでしょうね。楽しみですね。回転軸も非常に綺麗ですし、はい、まあ綺麗なコンビネーション、これはトリプルアクセルですね。降りた姿勢も綺麗でしたよね。すごく綺麗な流れがとっても良かったし、スピンも速かったですね。それからね、どうでしょうね、ジャッジの方も審判の方も大変だと思います。そうですね、はい、これはトリプルフリップですね。トリプルルッツよりフリップの方がちょっとワンランク下がる。あ、なるほど。ですが、まあ、いわゆるジャンプの種類としては優しい方に属する、はい、そうなんですがということですね。ステップはアブとホンダと比べてちょっと、はい、少し簡単なんですけど、やっぱり流れまでもあるんですよね。しかし最後まで気迫がもう本当にみなぎってましたからね。はいはい、オリンピックの時よりもずっと上手になりましたね。そうですか。はい、はいはい、素晴らしいと思いますね。さあ、はい、日本の本田、ロシアのアブと2人終わった後のゲーブルの、これも見事なショートプログラムでしたが、アブトが現在トップ、本田がその後に続いています。その後にカナダのバトルが来ていますが、これはちょっと差のある3位ということになると思います。そうですね、はい、どういう点数が出るんでしょうね。スタンドジャッジだったら困ってしまいます。いや、おそらくジャッジの皆さんも悩んでいると思いますが、はい、採点の最速が出ています。5.8 が3人並びましたね。あ、これはかなり高い技術点ですね。5.5 はいますが、5.8 が3人。さあ、セカンドマークが問題ですが、どうなりますか。ちょっと下がることは低いですが、しかしこれでゲーブルが総合で上に行きましたね。はい、本田が2位から3位ということになりました。アブとゲーブル、本田という順位になりました。ゲーブルが本田を抜いて2位に上に上がっています。さあ、これで最終グループの3人が終わりました。いよいよ